MC 府武豊騎手と新コンビで日本ダービー制覇へに対するみんなの反応。皐月賞3着からダービーに向かうファントムシーフの鞍上が武豊に決まった。9日西村氏は明日の追い切りに乗ってもらいますと明言。武豊は昨年プロデュースで歴代最多のダービー6勝目、今年は皐月賞1番人気に支持された新パートナーの手綱を取り、34度目のダービー騎乗で連覇&7勝目を狙う。考えられる限りで最高の流れ、ファントムシーフ逆転に向けて最高のピースが手に入った。皐月賞3着からのダービー逆転はスペシャルウィークや昨年のドーデュースもそうだった。皐月賞1番人気もドーデュースと共通、武豊騎手はダービーを知り尽くしている。ルメールはスキルビングということか。ファントムシーフも皐月賞では1番人気だったし、ソウルオリエンスは別格として上がりの足もに両馬場でやれればチャンスは十分あると思う。これは楽しみ。東京で共同通信杯勝ちの実績があり、皐月賞よりも合ってる東京コースならば期待できそう。しかしルメールが皐月賞3着馬ではなくスキルビングを選ぶとは、よほどこの馬に自信持ってるんだな。ルメールはスキルビングに相当な手応えを感じてるんだな。ファントムシーフは中山より東京の方が実績あるし、経験豊富な豊さんの騎乗に期待。ダービーで天乗りは勝てないというジンクスがあるけど、大レジェンドがそんな風潮をぶち破るのを期待したい。大体予想されてた通りやな。ルメールがスキルウィングで、たけしにファントムシーフ、レーンにタスキエーラで、松山がハーツコンチェルトと。ファントムシーフもスキルウィングのタスキエーラもソウルオリエンスに勝てる気がしないんだよな。あの皐月賞の素足は TM オペラ王みたいだった。確かにスキルビングはアドマイアメガの血が入ってるよね。勝ったら面白くなりそう。夢はじめどの騎手もソウルオリエンス潰しに出るのは間違いないから、たけしからしたら八方塞がりの競馬になる可能性もある。何はともあれ、結局武豊は唯一無二の存在で、取って代わる人間はいないという結論だよ。今年のダービーも待ち遠しいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。